私はヘックス、連合ローカル42区のリーダーよ。スキッピーから話は聞いてる。あなたがいれば製造工場を占領してるファナティックに襲撃を仕掛けられるかも。でもまずは、まあ詳しいことはあってから。スキッピーがよこした人ね。ヘックスよ、連合のローカル42区のリーダー。無線で話したよね。仲間から情報の提供があった。道の向こうの配送場に弾薬が山積みにされてるそうよ。私は巡回を続けないと。でも備蓄を粉々に吹っ飛ばす気満々の工作員がすでに配置についてる。自分まで吹き飛ばさないようにお目付け役が必要よ。助けに来たんでしょ。任せていい。あなたは頼りになりそうね。工作員は配送場のそばで待ってる。合言葉はシーライオン。彼が任務を遂行する間死なせないで。怖いもの知らずでタフだから簡単には死なないだろうけど、それでも助けがいる。先を急がないと。奴らに地獄を見せてやって。終わったらまた話しましょう。じゃあ合言葉は。合言葉なしで話さないからな。そうか、本当にヘックスの使いか。こんな合言葉他に誰も使わないもんな。よし、ファナティックどもが貨物コンテナに大量の弾薬を積んでる。俺一人じゃ全部は盗めない。でも使わせないようにすることならできる。俺が爆弾を仕掛ける。準備してる間俺を守ってくれ。そしたら最後に綺麗な花火を拝める。やろうか。殺します。ファナティックの前に行くよ。
の場所へ向かう。ペンの基地で落ち合いましょう。次の戦略について検討しないと。通してあげて、味方よ。たちを助ける余裕はあるか？弟子でも取ってみるべきかな。正直外部の力を借りるのはどうかと思ってたけど、本当によくやってくれた。あなたを製造工場に送るのに気が楽になった。ファナティックどもがうじゃうじゃいるの。大量発生した害虫よりひどい。害虫は誘拐したりしないから。いつ聞くのかと思ってた。内部情報によればファナティックには何か大きな計画があるそうよ。詳細を盗めれば今後の戦いに大いに役立つ。中に入って金庫から手がかりになりそうな文書を奪ってきて。ここまでありがとう。あなたのおかげでまたみんなで体制を立て直す時間を稼げる。出発前にウィッカーと話してみて。ちょっと困ってるらしいんだけど、戦うのが苦手な人だから。とにかく気をつけて。砦は私たちがしっかり見張っておく。幸運を。仕事に戻れ、ビッグ。サボりはここまでだ。今日がすごい。よう、俺はウィッカー。
どうやら新顔みたいだな。なんか用があるのか？あんたがそのつもりなら、純粋な探偵のインゴットはどれだけあっても足りない。それに補給物資もファナティックどもに盗まれてる。取り返してくれたらありがたい。これでまた一日生き延びられる。心から感謝するよ。
内部情報によればファナティックには何か大きな計画があるそうよ。詳細を盗むことができれば今後の戦闘に大いに役立つ。金庫を探してこじ開けて手がかりになりそうな文章を奪ってきて。確認の侵入者を確認しました。捜索を始めます。
影に隠れるなら気をつけるんだな。そこには何かが潜んでるぞ。どこにいる？暗くなる。工場の溶解槽で有毒化学物質を生成してる。兵器に使う気よ。薬品タンクにちょっといたずらしてやろう。そいつを台無しにできそうなものを見つけて投げ込んで、おあつらえ向きの樽があるはずよ。いないいないバーはもう飽きたの、クソガキ。隠れても意味なかったな。Thank you.
白いからな。こっそり逃げ出すつもりか。腰抜け。暗くなる。
工場のファナティックどもはこれでしばらく手を出せない。あなたはヒーローよ。おかげで体勢を立て直す時間ができた。ペンに戻って報告して。でも油断は禁物。決して油断しないで。ねえ、ちょっとあれは一体何？急いで戻ってきて、早く。
クソども、生きたまま皮を剥いでやる。もっと強くなる、もっと無慈悲になる。完全に不意打ちだった。クソ、
勝利の乾杯をするつもりだったのに。大事な仲間がやられた化け物に。ああねえ、自分を責めないで。これは私の責任よ。あなたはもう行くのよね。そうねえ、あなたには感謝してる。製造工場への一撃は大成果よ。ファナティックの最悪の計画を目前で防げた。おかげで体制を立て直せる。いつか故郷を取り返す力を得る。そう信じてる。そこにはあなたもいるかもね。それまでは戦い続ける。手を貸してくれるならいつでも歓迎よ。元気でね。ベルチバードに乗り遅れるよ。私なら待たない。準備はいい？それは帰ってから詳しく聞かせてもらうよ。乗りな、エンジンをかけるよ。